するあなた、もう今から社員で積極的に会議に参加するように、そしてより良い明日にするための本日の議題はこちら、働く子どもの日案件、自分の仕事親になんて。本日5月5日は子どもの日、毎日仕事に励む皆さんはいわば働く子どもです。そんな働く子どもの皆さん、まあ、40代50代60代以上の方たくさん聞いてくださっておりますからね、働く子どもバカ野郎みたいなね思うかもしれませんけども、そんな皆さん、自分の仕事のこと親にどのように伝えておりますか。仕事の嫌なことを全部伝えてとにかく愚痴ってます。こういう方も多いですよね。僕は結構こう娘さんとお母様の関係ってこういう方が多いなと思うんですけど、会社のこと本当に恋人のことも全て話すとかね、そういう方もいると思います。親とはそもそも仕事の話を話しません。なんか照れくさいんです。ということで、先ほど今日1枚目に読ませていただいた方もですね、まあ少ししか話してないと、あと自慢できるようなことがあったら自慢すると、なぜなら一回仕事でとんでもない迷惑かけたから、親に安心させるために仕事の成功を話す、これもなんか子供のね大事な仕事の一つのような気がします。本当は不満ばかりだけど心配かけたくないので楽しいと嘘ついてます。これはね、学生時代からずっと続く子供の因縁みたいなところありますよ。学校でうまくいってない時もですね、何でしょうかね、親になんであんなに言いづらいんでしょうかね、学校でうまくいってないことを。それが仕事でも今はね、楽しいと嘘ついてる、悪いこととは思いませんよ、だって親御さん心配かけないためにということです。など皆さんが、親子で仕事についてどのように話をしているのか書き込みをお待ちしております。全然話さないとか話すとかね、どういう角度でどういう風にとか、どんな感じでも構いません。ちなみに、市長の浜崎君は自分の仕事、鹿児島のご両親には何とお伝えしていますか。日々生放送で戦ってるよと伝えているんですが、マンボウヤシノと戦ってるんでしょ。生放送と戦ってる、はいはいはい、でも聞いているので、お父様もお母様も、はい、母も、はいはいはい、なのでもう向こうから夜電話来るようになって、大丈夫美穂、大丈夫。あれはさ、本当に怒ってたんじゃないの、ヤシノさんっていう。あのね、本当に今日初めて聞いてくださった方もいるし、はい、あとね、本当にあの神保町でまた歩いてて、自転車乗ってたね、僕より先輩ぐらいの方かな、40代、30代かな、かっこいい自転車乗ってたお二人が声かけてくれて、名刺渡してくださったんですけど、六本木でお店やってるお二人の飲食店を、でね、代表取締役って書いてあって、グループでたくさん、お店があって、その中の一つ六本木で今 やってますみたいな感じで話しかけていただいたんですけども、その方々とかって6時までしか聞けないんですって。で、僕が行ったことある中目黒で仕込みの段階、その後聞けない。だから先週のね、とんでもない僕と浜崎さんの最後のね、あのすってんころりん事件、あの打ち合わせを打ち合わせ重ねて最後全くうまくいかないで、なんだこれって言いながら、ああいうところも聞けてない方もたくさんいるんですって。そうだから聞けてない方もいらっしゃるし、聞いててもあれは本当なのかどうなのか心配なさる方もいるし、今思い出しました、私週末ちゃんと反省しますって言ってたけど、忘れちゃったね。しょうがない、いいよいいよ、ね、お父様お母様いつも喧嘩は本気です。本気です、はい、忘れちゃうんだから、だって反省するっつって帰って、はい、では皆さん、お仕事のことなんて言ってるのか掲示板で教えてください、はい、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトからご応募ください。無料のアプリがありますので、ダウンロードしてない方はこの機会にぜひお願いします。本部長からの採用ハンコをもらえるとポイントが貯まってどんどん出世していくんです。ゴールデンウィークに初めて聞きましたという皆さん、ぜひアッパー会議に参加しましょう。はい、ちなみに僕はもう先ほど、クロノスさんと、シンクロさんと絡ませていただいた時に言いました、銀杏拾ってます。気持ちいいね、びしょ濡れになって
工業で働かせていただいているというか所属している芸人ですから、属病院の医療ソーシャルワーカーの小野健一さんから医療の窓口に寄せられる高齢者の経済の問題についてお話を伺っておりますので聞いてみたいと思います。経済的な不安定な状態にある高齢者が増えていると言われていますが、実際高齢者の生活保護の受給率高齢期に至って経済的に困窮すると、やはり健康診断がないとか体の具合が悪くても受診を控えるということが起きるんですね。はい、生活保護にまだこうセーフティーネットとしての生活保護に守られている方は、こう医療の機会というのは比較的あるかもしれないですけれども、生活保護に至らない、でも経済的に困窮をされている高齢者の方々というのは、なかなかご自身の体の不調があったとしても、経済的な理由から例えば病院への受診というのをこうためらって、でそれがこうかえって治療の機会を奪ってしまって病気の重症化になっていたりだとか、複合的に慢性化していくというようなことがかなり見られます。経済的な困窮状態が、まあ、医療のチャンスを奪っていくということですね。まあ、生活保護を受給世帯に、まあ、逆になってしまうと医療扶助ということで、まあ、きちっと保障されるわけですから、ある意味ではそこではセーフティーネットが働く。でもそこには至らない、その前の段階の人たちにとっては非常に厳しい状態であるということですね。基本的には我が国は年金制度といって、赤い年金ね、介護保険会という、それなりに社会保障制度が整っているわけですけれども、国民年金の場合にはやはり、ただしゆとりがあるとはいえ、でも子供を産んでやってる場合には2人の国民年金合わせて何とかやれるけれども、片方に先立たれて
で一人だけの年金になってしまうと、はい、やはり公共料金を払わなければならない、家賃を払わなくちゃいけないとなると、はい、非常に厳しい状況に陥るということも予想されます。そうですね、経済的な部分というのは、私はこう医療機関にいますけれども、かなりこうそのものライフスタイルとか高齢期の中のライフスタイルも変容させていく